ささん、ん高橋歩さんの言葉ね、ね。とってももいいですす、ね。私も同じじように感じます結局選択肢が良かったから結果が良かったっていうのもありますけども選択した結果その選択肢をどういうふうに自分が使いこなしてきたかによって良かったか悪かったっていうのはこう誘導できるんじゃないかなと思いますよね。 まあ、例えば、進路だって、別に希望校、志望校に入れるわけじゃないじゃないですか。第一志望、第二志望、第三志望ってあって、第一志望に入ったから、もうそれで、えー、幸運のラッキーチャンスなのか、それとも第二志望、第三志望ではもう夢が希望がないのかって思ったらそうじゃなくって、第二志望だったんだけども、でもそこで最高の人生を見つけたとかね。で、逆に第一志望だったんだけども、落ちこぼれちゃったとかね、レベルが高すぎて。そういったこともあるんで、どう付き合っていくかなんでしょうね。 まあそれは結婚にしても恋愛にしてもうんなんかね選んだ人とどうやっていくかっていうことなんでしょうね選んだ人がもう最高ハッピーだったら手放しても OK なんだっていうことではなくてそこからやっぱり日々変化する状態に対してどういうふうに対応していくかっていうその選択肢の使い方が問われてるんだと思うんですよで就職にしても転職にしても同じでじゃあ就職したらそれでもう勝負あったなんですかってっそんなことはないですよねやっぱりこう中小企業でも 花を咲かせる人もいれば大企業で渦漏れる人もいるみたいなことがあって結局は選択肢をどうう使いこなすすかに戻ってくると思うんですよ。ビジネスだってそうですよね最高のビジネスを手にしても例えば YouTuber という道を歩,きめ歩み始めても YouTuber を使いこなせなければ最悪の職業になっちゃうわけですよで実際 YouTuber を志して夢半ばで何ともならない人っていうのが圧倒的多数でしかもそれが若いうちになるいいんですけども 40代50代で YouTuber に挑戦してダメになっちゃいましたって言ったらもうね目も当てられないですよね投資も同じですよ最高の投資案件に出会ったけどもでもその投資で財産を増やす人もいれば財産をなくす人もいて選択肢が正解だから結果が正解ってわけでは必ずしもないんだろうなと思いますよねつまりまとめると選んだ時点で残りは放置で得られるそんな簡単なものではないってことなんですよりも その選択した結果をどのように自分と付き合わせてきたのかってことが求められると思いますそういう意味で今回は宮本武蔵の我こととにおいいてて後悔せずという言葉がパッチ当てはまるんですよねでこの言葉を知ったのは私がこの極真空手を学んでいた中学生の頃なんですけどもちょうど人気だった漫画で空手バカ一代ってのがあったんですそれは極真空手の総裁 大山達が自分の自伝を漫画として書かしたものなんですけどもその中でねやっぱり宮本武蔵先生の「我ことにおいて後悔せず」って言葉が思い浮かんだそうなんですよ。でどこに行ってどんな目にあってもそれは選択したから悪かったんじゃ,じゃなくて選択した結果に後悔しないようなそっからの人生が問われてるっていう話だと思ったんですよ。やっぱりそうだろうなぁと思いたしたね引ひ、うん、いては宮本武蔵先生そして大山桝国家ですね。 きっと先日お亡くなりになったアントニオイノキさんも多分そういう,うまあ道すがらを辿ってきたんじゃないかなと思うんですよ。アントニオイノキさんは5歳の時にお父さんが亡くなって、そして当時経営していた親の会社が、えー、と石炭産業だったんですけども、エネルギー資源が石炭から石油に変わるそのインパクトでですね、簡単に会社は潰れたらしいんですよ。それでもう一文なしで頼るもんなしになった時にブラジルに移住することを決めて。 裸一貫ででで、えー、家族でブラジルに移ったらしいんですけども、そこであんまりいい目を見なくてですねそうこうしてるうちに日本人プロレスラー力道山がもう世界を遠征する時にねたまたまそこの目に留まって「お猪木くんか」って「お前いい体してるからプロレスやったらどうだ」って誘われてそっからプロレスの道を見たはずなんですよ、まあ、そういうふうにあの言われてましたからねで実際日本に帰ってきてプロレスの世界に入ったらいろんなことがあって追放されちゃったらしいんですよね 追放されたんで日本プロレスっていう団体を立ち上げて自分でプロレス軍団を始めたんですけどもそれがあっという間に倒産してしまいということで何をやってもうまくいかなかったわけですよねでもその後、いろんなことがあって新日本プロレスってものはうまくいってそれから伝説が始まったってことなんですよねで先日最後のリングをベッドの上というところに設定して最後まで私たちにメッセージを残してくれたと。 つまり選択した結果をどう扱うかによって人生は大きく変わるってことをアントニオ猪木さんも私たちに伝えてくれたんだなかろうかと思うんですけどね。